カルロス・ケイロスは、ポルトガル領東、アフリカナンプラ出身で、ポルトガル国籍のサッカー指導者。若くして、現役を退き、指導者の道に進む。黄金世代と呼ばれた、U、U-20 ポルトガル代表を率いて1989年と1991年のフ、FIFA フワールドユース選手権を連覇した。その実績を買われて、 ポルトガル A 代表監督に就任したが、1994年、FIFA ワールドカップ出場を果たせず解任された。1996年後半、アーセナルに移籍したアーセンベンゲルの後任として、名古屋グランパス8の監督に就任。就任中にサントリーカップチャンピオンファイナル1996のタイトルを獲得し、 翌年のセカンドステージ途中まで引いたものの成績が安定せずに解任された。1999年、南アフリカ共和国代表監督に就任。日韓ワールドカップのアフリカ予選を突破し、出場権を獲得したものの、大会直前の2002年2月に解任された。2002年の秋に、マンチェスターユナイテッドのアシスタントコーチに就任。 途中、2003年から2004年までレアルマドリードの監督に就任したが、リーグ戦42という成績と無関に終わり解任される。解任後は、マンチェスターユナイテッドのアシスタントコーチに復帰した。2008年から再び、ポルトガル代表監督を務め、南アフリカワールドカップでは、ベスト16に進出した。しかし2010年5月、 同チームへのドーピング検査に反発したことで、ポルトガルサッカー連盟及び世界アンチ、ドーピング機構からベンチ入り禁止処分を受け、処分期間中の同年9月に解任された。2011年4月、イラン代表監督に就任、ブラジルワールドカップのアジア予選を突破し、出場権を獲得した。2014年までの契約で、イランのメヘル通信によると、 推定年俸は約170万ドル。2015年3月20日、イラン代表監督を辞任したが、後に和解し4月に再び就任した。ロシアワールドカップにも、同国代表を本大会に導き、グループリーグ初戦のモロッコ戦で歴史的勝利を収め、試合後には選手、スタッフから胴上げされた。AFC アジアカップ2019では、 準決勝に進出したもの、日本にゼロの3で敗れ、試合後に退任を表明した。この敗戦によって6年にわたるタイアジア39戦無敗という記録がついえた。解任の際には、イラン政府とイランサッカー連盟からのサポートがなかったことには語気を強め、資金援助をしてくれたカタールサッカー協会に対する感謝も述べた。 この資金がなければ合宿も練習試合もできなかっただろうと述べている。2019年2月にコロンビア代表監督に就任した。しかし、2022FIFA ワールドカップ南米予選での不審で2020年12月1日に解任された。2021年9月8日、エジプトサッカー協会は ケイロスのエジプト代表監督就任を発表した2005から06シーズンに限って、ルイス・フィーゴーと共にモータースポーツである、A1 グランプリのポルトガルチームのオーナーでもあった。ありがとうございます。